人文主義地理学あるいは人間主義地理学は1970年代にアメリカ合衆国やカナダで発生した人文地理学の考え方で空間における個々の人間性を重視する。1960年代にアメリカ合衆国で進行した軽量革命により地理学では実証主義化が進行した。しかし人間を物量として扱う実証主義への 反対意見が生まれ、数値や法則で表現できない人間らしく生き生きとした空間を考えようとして人文主義地理学が形成された。人文主義地理学の成立、拡大における主要人物としてイーフー・トゥアンを挙げることができる。トゥアンは人間と自然とのつながりに強い関心を寄せ、また人間を理解するために新たな方法論を持ち込み、人間の心理や 人間性にも着目して人文環境の理解に努めようとした。ただし人間の主観性を重視する人文主義地理学的な概念は古くはジョン・カートランド・ライトなどにも見られ、ライトはジオソフィーを提唱していた。ライトは人間のイメージについてを着目しており、現象学的地理学内し人文主義地理学に繋がったものとされる。 ライトの影響を受けたデイビッド・ローエンサルは主体から見た空間の概念を地理学に持ち込もうとした。なお、ローエントルは地理学において人文主義的な見方を取り入れた最古の研究とされる。このほか、エドワード・レルフは、トゥアンと同様に現象学の思想を人文地理学に持ち込み、日常生活における具体的な出来事及び、 人々の場所に対する意味付けとその背景構造を研究対象にすることを主張した。ただし、人文主義地理学は特定の研究対象と研究方法を持つ地理学の一分野とは言い切れず、地理学の研究アプローチの一つとして捉えると良いとされる。日本で人文主義地理学が初めて紹介された事例として、山野及び竹内が挙げられる。 これらの論文では、英語圏における人文主義的な地理学研究の紹介がなされた。日本でトゥアンの著書が翻訳されたこともあり、トゥアンによる方法論の影響力が大きいという主張もある。米田片山では、日本における人文主義地理学的な研究について、主観性、人間性を取り戻した研究、記号論的な方法論を取った研究、場所イメージに関する研究、 メンタルマップに関する研究、ゲシタルと心理学的の見方を利用した景観研究の5つに分類している。ただし、日本での人文主義地理学的な研究は、空間認知が視覚に限られることが多いという批判もある。人文主義地理学は、実証主義を否定する関係で、根本的な部分自体が批判対象となっている。例えば、デイビッド・レイは、 人文主義地理学における主観性の過剰さ、方法論の不在、内的な理解へ依存した現実認識の3点を問題視している。エントリキンも人文主義地理学における方法論の不在を指摘し、人文主義地理学の最大の存在意義は実証主義への批判と考えている。山野正彦は人文主義地理学は、 実証主義の立場からの批判に対抗できていないものの、科学的思考への依存による弊害を防ぐために、環境計画などで人文主義地理学が必要とされると主張し、実際に行われている人文主義地理学的な研究例として、地理学史研究、都市社会地理学、過去の景観復元、人間味のある空間研究を指摘している。ありがとうございます。